それでは定足数に達しましたので、ただいまから経済企業委員会を開会いたします。それでは本日配布されました付託表の通り、本委員会に付託されました議案第117号、令和2年度八代市一般会計歳入歳出決算中当委員会関係分及び議案第125号、令和2年度八代市久礼湖財産区特別会計歳入歳出決算、議案第126号、令和2年度八代市シーバル財産区特別会計歳入歳出決算の決算議案、3件を一括議題といたします。まず決算議案の審査の進め方等については、前年と同様に特別会計の歳入については決算書、一般会計及び特別会計の歳出については主要な施策の成果に関する調書などに基づいて審査を行うことといたします。また審査日程については、令和3年10月28日木曜日と予備日として11月1日月曜日で行いたいと思いますが、これにご異議はありませんか？なし。ご異議なしと認め、そのように決しました。また今回の決算審査にあたりまして、2枚綴りの、レジュメを配布いたしておりますので、次回の委員会までに、ご一読いただき参考にしていただきたいと思います。他に何かありませんか？ありません。はい、次に閉会中の継続審査の申し出についてお分かりいたします。本委員会に付託されております議案第117号、令和2年度八代市一般会計歳入歳出決算中当委員会関係分及び特別会計歳入歳出決算2件の決算議案3件についてはなお審査を要すると思いますので、引き続き閉会中の継続調査の申し出をいたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか？ご異議なしと認め、そのように決しました。以上で本日の委員会の日程は全部終了いたしました。次の委員会は10月28日木曜日午前10時開会となっておりますので、よろしくお願いいたします。これをもって経済企業委員会を散会いたします。